ザゴシップでリスンアップでした。ね、食ってたでしょ。サビになるとピザ食ってるでしょ。はい、まあそれはねビデオのことですからどうでもいいんですが、音はね非常に太くてかっこいい。PV の中でも女の子たちがね部屋の中で踊り出してましたけど、その気持ちはわからなくもないかなと。ねえ、はい。まあさっきから食ってる食ってるとばかり言ってるベースディットですが、なんでこう肥満は差別されるんだと、そういった発言であったりとかですね、まあセクシャルマイノリティに対する差別をなくそうという運動だったり、そういうことをしてですね、イギリスの NME という、まあ、音楽雑誌ですね、そこから世界で今最もクールなミュージシャンに選ばれています。さすがですね、体型だけではなくやることも太い、しかも音も太い。はい、そういうところの素直さが音に出てるんですかね。シンプルな音構成で非常にいいんではないかと思いました。そういう風に僕もずぶとくなりたいな。はい、まあはい、じゃあ次ですね、まあ毎回大体3曲ということで考えてるんですが、1曲は日本の音楽ということでね、今回は、5月末にアルバム発売しました安藤優子さんを紹介しようかと、レコメンドしようかと思いました。はい、で今回はまあ都合によりというか、はい、ネタバレをする可能性があるので先にタイトルは言いません。はい、安藤優子さんのニューアルバムからの選曲ではないんですが、非常にいい映像と音楽のコラボレーションというんでしょうか、それがあったのでね、聞いてみてもらいたいなと思います。では安藤優子さんの音楽を聞いてください。どうぞ。